やはりああいう悲惨な事故があった中でですね、再開に際してはいろいろ社内でももちろん協議もいたしましたし、本当にありがたいことにお客様から励ましのお声ですとかお手紙を多数いただきまして、本当にいろんな思いがある中で運航再開をさせていただきました。知床、そしてこの観光船、船に乗るということが本当に怖いですとか、特にちょっと信用を失ってしまったというふうには真摯に受け止めて、二度と本当にああいうことがないようにしていきたいなというふうに思っています。